こんにちは。私はヨシです。このビデオは申請システムレビュービデオ16番目です。それでは私の講座を見てみましょう。今日は昨日と変わらずまだチームが60人のままですね。で、今日の儲けなんですが、ここですね。0.87% の3.95 ドル。で、もしあなたも申請システムから利益を得たければ、このビデオの下にリンクがあります。そこからメンバー登録できます。で、例えばこれがビデオ、昨日のビデオなんですが、こういう感じで下の方に行くと、ここにリンクがありますね。で、これをクリックすると、ここのページに行きます。で、このページには4つビデオがありまして、まあ、順番に1番から4番目まで見てください。で、まずはじめにメンバー登録ですね。その次に、どのようにこの申請システムの S ウォレットっていう、クリプトキャレンシーの財布ですね、の登録の仕方。で、その次に、どのようにその申請システムに投資をするかですね。で、最後にこのビデオを見ると、どうしてこの、申請システムに投資をした方がいいかっていう、まあ理由ですね。を説明しています。で、例えば、ここのテレグラムに行ってみましょう。これは英語のグループなんですが、今日12月30日です。で、今ここ見ると12月30日ですよね。で、こう、上に上がっていくと、まあ、ボーナスですね。この方ですね。5万ドル、ティームターンオーバーで2000ドルのキャッシュボーナスですね。次に、申請システムの投資金額が1900万ドルを超えました。なかなかいいですね。で、次なんですが、この方ですね。2万5000ドルの、1000ドルのボーナス。次に、10万ドルの5000ドルのボーナス。全部同じ日ですね。12月30日ですね。で、この方、さっきもありましたね。で、次ですが、この方ですね。2万5000ドルの1000ドルのボーナス。で、この方、まあ、昨日なんですが、このビデオを撮影した後になったので、まあ、2万5000ドルの、まあ、1000ドルのボーナス。で、まあ、もし、例えば、あなたも申請システムでチームを作成すると、こういうボーナスをもらうことができます。さらに、FX のパーセントで、まあ、毎日のように、こう、儲けが発生しますよね。もし、あなたが私のチームに登録した場合、私はボーナスを差し上げます。で、どのように私がこのチーム作成しているかっていう方法ですね、を、紹介します。まあ、無料の方法です。その方法の通りにやると、まあ、集客できますよね。まあ、私のチーム60人じゃないですか。まあ、同じ方法をお教えします。で、もし質問がありましたら、私に、連絡をください。Facebook か、グループにポストをしてください。ここの、ところにリンクがあります。で、グループ、それか、まあ、私に、ここで連絡をください。それでは、このビデオはこれで終わります。私はヨシです。では、次回のビデオでまたお会いしましょう。それではまた。